こんにちは、野菜の日チャンネルです。今日はいつもの配合に食用の炭パウダーを加えた真っ黒な食パンをご紹介します。食用の炭パウダーは無味無臭で体によく、小麦粉だけで作るパンよりしっとりして弾力のあるパンに焼き上がります。とってもインパクトのある真っ黒な食パンが出来上がりますので、最後までぜひご覧ください。材料はこちらです。それでは作っていきます。タッパの中に強力粉、炭パウダー、砂糖、塩、ドライイーストを入れ、全体が灰色になるまで混ぜ合わせます。炭パウダーはとても細かく飛び散りやすいので、そっと混ぜ合わせてください。よく混ざったら、ぬるま湯を注いで、粉と水分をよく混ぜ合わせます。粉っぽいところがなくなったら、容器の中に生地を広げて蓋をして30分休ませます。休ませた生地に柔らかくしたバターを加えて混ぜ込みます。バターを生地で包み込んで、一緒に切るようにしながらなじませていきます。2分くらい混ぜ込むと、生地がまとまってふわふわになってきます。生地を容器の中心に寄せて、蓋をして温かいところで2倍になるまで発酵させます。生地が2倍になったら、強力粉を振った台に取り出します。生地の上下に強力粉をしっかりつけて、手で押して生地の中の空気を出します。生地を手で広げて何度か折りたたんで、弾力を強くしていきます。生地を2等分にして丸めて、このまま10分休ませます。
休ませた生地を手で押して広げ、綿棒で20cm×30cm の長さに伸ばします。伸ばした生地の四隅を引っ張って角を作ります。生地を三つ折りにして手前からくるくる巻きます。生地を手で押して広げ、綿棒で20cm×30cm の長さに伸ばします。伸ばした生地の四隅を引っ張って角を作ります。生地を三つ折りにして手前からくるくる巻きます。油を塗った型に生地を入れます。型ごとシャワーキャップをかぶせて、温かいところで生地が型いっぱいに広がるまで発酵させます。型の縁から生地が2センチ出るくらいまで発酵させてください。170度に予熱をしてオーブンで30分焼きます。はい、これで焼き上がりです。焼き上がったらすぐに型にショックを与えて取り出します。どこから見ても真っ黒でちょっとびっくりしますよね。食用の活性炭はいろんなものが販売されていますが、できるだけ微粉末がおすすめです。割ってみても中も真っ黒です。でも生地はとってもきめ細かく、ふわふわでもっちりとした柔らかさです。見た目は真っ黒ですが、無味無臭で美味しく食べられます。小麦粉に配合してパンにすると、小麦粉だけの生地に比べてきめ細かくふわふわで美味しく焼き上がります。スライスして生クリームとみかんでフルーツサンドイッチにしてみました。色のコントラストが目を引きますよね。パンに弾力があるので素材の水分が染み込みにくく、おすすめです。小さく分割して焼いてもいいですね。最後に作り方のまとめです。ぬるま湯以外の材料を灰色になるまでよく混ぜる。ぬるま湯を加えてよく混ぜて30分休ませる。生地にバターを練り込んで2倍になるまで一時発酵。ガス抜きをして生地を広げ何度か折りたたむ。2等分に切り分けて丸め10分休ませる。生地を 20cm×30cm に伸ばす。三つ折りにしてくるくる巻いて型に入れる。型の縁から2センチ以上出るまで二次発酵。170度のオーブンで30分焼く。すぐに型から出して完成です。食用の炭は腸内環境を整えて免疫力を高める効果があると言われています。実際に食べてみるとかなりデトックス効果を感じました。味はとっても美味しいので、気になった方はぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。